自分の政策って社会的ネットワークの中で、作り出される表現だと思ってるんですね。なので、こういった、コロナウイルスのパンデミックが起こった時に、非常に影響しやすいって、その社会のいろいろな変動に、左右されますので、脆い、部分はやはりあるのかなというふうに思っています。僕の政策は、いわゆるそういった、方向性や、対象との関係というのは非常に変動的であると。ただ、他律的な力によって、自分のそういった方向性が強制的に変えられる場面にも遭遇するときには、ある意味その方向性を、1ミリもぶらしてはいけない、あがなう必要も出てくるんですね。そのあたりの、なんていうのかな、非常にダイナミックな、社会ネットワークの中で、作っていると、自分では認識しています。美的であるっていう、非常に魔術的な、言葉に対しては非常に、警戒心を僕は持つんですね。美的であるっていうことを含蓄する、感性的であるっていう言葉、感性の問題に、置き換えて考えていきたいんですけれども、芸術はそういった感性的な空間、を作り出せる、一つの技術を持っていて、政治や、このいわゆる日常が作り出す感性的な世界とは異なる、時間と空間を作れるものだと思ってるんですね。である意味で芸術が作り出す感性というのが今停滞している。感性の貧困化っていうの、そういうことが起き得てるがゆえに、今の状況をちょっと危惧してるんですけれども、自分自身は、極力感性に関わる、世界を作ろうとはしています。それが美っていうところに集約されるかどうかはちょっと分かりません。僕の、作品には一般の方々が、参加をします。ですから、まず第一に、その参加の人たちの、安全、を考えなければいけないというふうには思っていて、でそれには、いろいろな、なんていうのかな、対策を考えています。その一つとしては、まず、虚構性を高める。私の方で演出した空間に演者が、ある意味自らの感情を、表出させる、そういった状況を作る場面が、いくつかあるので、でそういった時に、それ自体がフィクションである、虚構であるっていうことをいかように、観客に提示できるかっていうのが一つ問われること。第二に、すべてをその虚構性に、委ねるのではなく、僕の場合は、さらに、事実に断りたいんですね。つまり、自分の場合は歴史に関わる問題を、作っているケースが多い。東アジアで未解決の緊張関係にある、そういった題材を扱うので、この時に虚構性だけに、行くこともできなくはないんですよ。ただ、あえてそこは、史実の方に、僕は、ベクトルを振るんですね。で、その時に、自分自身は、ある意味歴史の、プロフェッショナルではないので、自分の作の多くが歴史家や研究者と、タッグを組みます。で、ただ、そういった専門家の歴史においてもですね、思想や、イデオロギーからは免れ得ないので、一種の、紛争化する、可能性はゼロではないわけですよね。なので、僕自身の方で、想定した、攻撃者に、
想像力をもう全想像力をね駆動させて、事前に、まあ、趣味あのこう想定しながら、作品をまあ構想して、作り出そうとはしています。審査会の、まあ、ポイントは、そのこれまでの活動だけではなくて、まあ、自分自身がどういったこう美術史に影響を受けてきたかや、まあ、じゃあ政治と、芸術の関係性であったり、非常に、まあ、多岐にわたって、問われたんですけれども、さらにですね、まあ、今後どうしていくかっていうことに、まあ、非常に関心を持たれていました。まあ、特に、こうある程度のこう積み上げがある年齢経験、になってきているので、一種こう作品が、まあ、形式化してきたり、まあ、いい意味で体系化を体系なるものがね、こう、できている中で、じゃあそれをどう批判的に批評的に見直して、自分自身にある種のこう一撃を加える、ことが、できるかみたいな問いが、要請がですね、あえて言えば、何かあったような気はします。この社会的ネットワークの中でやっぱり制作をしていると、社会がやっぱりもう変容するわけですよね、ある意味激変するわけですよね。でそれに対して、まあ、どう自分自身がこう変容していくかっていうのはやっぱりまあ必要なので、まあ自分の問いでもあったりもしますけどもね。一応そう楽観的に、まあ、こういった不安定、を、こう不安定の中でもいかように、生きていけるかということをやっぱ考えて、したたかにやっぱ生き抜かなくちゃいけないんだけれども、こういったアワードっていう制度が、ある意味、自分自身の、助けになるし、まあ、後押しをしてくれる。で特にこのアワードに関して言えば、私も含めてこうアーティストの、今置かれているこの状況を相当、まあ、リサーチして、理解して組み立てられたプログラムなのかなと思います。特に長期的な、支援であったり、まあ、モノグラフを作るであったり、かなり設計制度は、まあ、いいのではないかという僕は思います。